かのテイルズオブデスティニー2実況プレイ。皆さんもこんにちは、アラニーです。今回は続きをやっていきたいと思います。前回は、作戦会議にてディムロスや、イクティノス、あとシャルティエとカーレル大佐とリトラ司令に会いました。すごいもう懐かしくてテンションがはち切れそうだったんですけど、なんかねやっぱり皆さん私のテンションの上がり具合を予想されていた方が多くてですねブログとか動画のコメントで次回はテンションはち切れるんじゃないですかねみたいなのをちょっとねいくつかいただいていたので、皆さんその通り、もうね楽しいです。前作やってたのでね。で、今回は、ちょっと後ろに見えてるなんか補給倉庫みたいな、なんかよくわかんないそこに行ってなんか目的のものを取ってこいと言われたので、そこに向かっていきたいと思うんですが、まあね、ちょっとだけレベルを上げました。1レベルぐらい上げたのかなレベル上げって呼べるほどのものではないんですがねちょっと上げておきました。で、パーティーメンバー的にはどうしようかなと思ってて、10分っていう制限時間がかかるんで、前衛2人、後衛2人にしたいと思うんですよ。で、ジュエラス操作で行くか、カイル操作で行くかをちょっと迷ってるんですけど、まあ、最近カイルだったからジュエラスで行ってもいいかなとか思ってるんで、でもなんか敵強いって聞くから、ちょっとビビりながらではいますけど、まあこれでやっていこうと思っております。で、なんかね、ちょっとスキットをね、あるかなと思って、まあ前も、なんか、ダンタリオンでしたっけ、ダンチャラリオンみたいな、あの苦戦したボスに挑む前に、地上に戻ってスキット見たじゃないですか。で、そういうのがあるかなと思って、レベル上げの最中に、ちょっと押してみたら、ありそうだったんで、まあ内容は見てないんですけど、ちょっとそれを見ていこうかなと思います。あんたたち、こんな圧倒的な戦力差でよく喧嘩する気になったよな。だって喧嘩でもふっかけなきゃ永遠にあいつらの言いなりだもん。もともと売られた喧嘩だしね。それに圧倒的な戦力差をひっくり返すなんて考えただけでも楽しいじゃない。楽しい？簡単に答えが出る問題なんか解く価値ないわ。不可能と言われた方程式を解くからこそ面白いのよ。で、その方程式は解けそうなのか？その答えは未来から来たあなたたちなら知ってるんじゃなくって、それに焦らなくても答えはすぐに出してくれるわ。兄貴たちと私が作ったソーディアンがね。なんかすごい自信満々って感じかな、ハロルドなんかいいな、ここまで自分にさすごい自信を持てたらいいし、向上心がすごいあるからちょっと羨ましい。彼女の性格がかなりの変わり者ではあるけどね。物資保管所で必要。はい、で多分これで終わりなのかな、見てないですよね。うんそのはずなんで、物資保管所今回は攻略していきたいと思いますが、大丈夫なのかな、これ頑張っていきましょうか。タイムリミット出たぞ。あーと、なんかキーを途中で見つけていかないといけないんですよね。さあ行くぞアベンジャー。これどうしようかな。消えろ、そうだじゃん。だとかカッパマクソイ。月戦光これ逃げる選択肢とかもあるんですけど、ちょっと待って、ここだ。レベルが上げたいんで、できるだけ私は戦っていきたいんですけど、動画としてはこの戦争はカットしていこうかなと思うんですけど、二度と面を見せる。ハッピープレートなんで、これこのメニュー開いてる間は進まないっぽいですね。ちょっと見ちゃおうかなハッピープレートなるもの、全身を鋼かなこれで、保護する鎧、一般的に鎧といえばこれ、こう、その名の通りって感じですね。この辺もね、ちょっと戦闘してて手に入れた感じですかね。レベル上げしててって感じ。
相手の使用硬直時間減少、これいいですよね。ちょっとね、辛いんで。あ、機械に対して有効、デストロイヤーだって。ちょっと発音がおかしいけど。デストロイヤー、めっちゃ強いし、機械系ここ出てくるでしょ、今の感じで言うと。防御はできるだけ下げたくないんで、幸運でいくか、HP 加算でいくか、これでいいかな。よし、このままでいきましょう。は、なんだ、お、バイオチップ、セルチップ、ジーンチップ、3つのチップでプロテクトされたコンテナがあります。プロテクトリング、削り時間軽減か、いいけど、ちょっとなんかいろいろやってたら私なんかタイムリミットのこと忘れちゃいそうなんで、後回しにしていきたいと思います。はい、この操作も懐かしいね。オレンジ組か、なんか、お、フリーズチェック、氷ボトル使えばよかった。プロトタイプ、これも見たな。軍人連発を、デシニーの総連撃、戦況じゃない、完全に今自分が脳に影響を与えてたけど、デシニーやってた時に爆発的で嵐にならいましたね。ホーリーボトル、せっかく買ったんですし、使わなきゃ損ですよね。ライフボトルとかちょっと減ってるんですけど、実はやられたんですよね、レベル上げをしてるときに。よし、ちょっとこれで持ってって、細かいよ作業が、引っかかるしね、よく。ちょっとこれ途中で出たら、お、セルチップだ。低レベルのプロテクトを解除するための鍵ね。同じものがあと2つあるはずよ。うん、あ、この時時間進まないのかなり嬉しいです。ああ、そうそう、これを持ったまま外には出ないでね。ああ、ですよね。え、なんで？こいつ温度変化に弱いのよ。外の吹雪の中に出たらあっという間にボロボロよ。ということなんでして、なんだよ、でしてって。なので、まあ10分以内に攻略をするしかなさそうですね。ちょっとこの操作がね、意外と、私意外とじゃないな、すごい苦手なんですけど。なんで引っかかるの？時間ないっていうトロヤロが、さっさと持っていきましょう。なんかね、見えない壁とかさ、引っかかるんだよね。ママママね、ライフボトル嬉しい。さあ行くぞ、メイガス、これもいましたね。いた、やー、ちょっと軍人連発を、ウィンドスラッシュ。よし、なんかスペクタクルズも手に入ったんで、最近ハロルドがね、敵をなんか勝手に調べてくれるんで、人参か、スペクタクルズも特に何もありませんって、なんだ。あー、ちょっと結構広いんじゃないかな、これもう半分ぐらい経ってるよ、時間。大丈夫か。さあ行くぞ、俺の進化は止まらんぜ。お、攻撃アップ、あ、飛扇いいね。なんかいろいろ覚えた、追加小術いいね。ちょっと待って、費用劇になる、エンチャントのどれだって。んこれか、あーっと、ま
技覚えられないみたい。セットできないだけかな。ちょっとこれ外して、あーダメだ。うん、ちょっと日よぎのやつ見たんですけど、まだ装備できない、ミノタウロスできなかったんで、ちょっとそのままにしておきます。ミノタウロス、半牛半然の怪物が使用した巨大な戦のものってなんて言うんだっけね、回せた。その大きさを見は、大きさは見るものを圧倒する。あーいいですね、知性が上がるか。あでも炎症速度上がるし、ミノタウロスにしておきましょう。本当この辺なんかありそうだけどな。先は研究所だから行かなくていい。研究所なんでそんなこと知ってるの。昔立ち寄った時まだガスがなかった頃ね、ちょっと見たことがある。そのうちソーディアの研究施設として使おうと思ってる。ごめんなさいね、すごいちょっと早口で行きましたけど時間がないんで。とこっちにも行けるのか、上か、なんか広いよ。カモミール、こっちは、おおいいね。あーちょっと人チップ、いいね。低レベルのプロテクトを解除するための鍵ね。同じものがもう一つあるはずよ。レタスが持てないってかさ、でもこんな毒ガスが充満してるようなところさ、野菜を持ってってむしろ食べていいのかね。よし、あと1個なんで3分40秒できるか。行くしかないな。行ける行けないの問題じゃない、行くしかない。キュウリだから大丈夫なんかっていう。こっちで合ってんな。こっちは、あ、なんかあるよ。あ、宝箱か。ストライク、ストライクイーグル。あ、ちょっと待って、時間黄色くなってたんだけど、伝説の王子の名を冠する、極めて高い攻撃力を誇る。強っ。アタックレベルの成長が上がる。でもこの毒がなすごいいいんですよね。ディファインとかでどれかに受け継ぎたいですね。じゃがいも、待って待って待って、結構広いぞ。マスターキーでプロテクト、行くぞ。タイムない。お、やった、スロットが発動して最大 HP が上がりました。デューダスの、あれなんだ、え、何今のびっくり。うせやん。そやん、アイスコーヒー、また同じことやらんといかんの。マジかよ。氷の、なんだろう、棺じゃなくて、まあ、服装されていた剣、永久、永久氷塊の刃、刀じゃないね。あ、凍結いいなぁ。ファイルに装備してもらおう。じゃあもう一回やっていくか。あー、どこにない。あ、壁に目が残された。ベルクラウンドの射程に捕らえられたようだ。あ、これ時間進まない。資材を残して退避するのは口惜しいがやむを得ない。もしここと資材が生き残った場合に備えてプロテクトの解除方法を書き残しておくことにする。低レベルのプロテクト解除にはバイオチップ、セルチップ、ジーンチップ、この3つのチップが必要だ。低レベルプロテクターを解除してマスターキーを入手しろ。高レベルのプロテクト定期をプロテクト解除にはマスターキー、バイオキー、セルキー、この3つのキーが必要だ。キーを揃えれば保管所の奥にあるコンテナを開けられる。
また保安のためチップとキーを持ち出せないように細工しておいた。温度変化で崩壊する仕組みだ。資材が戦争終結のために利用されることを祈っている。所長より。あ、これ もしかして外。あ、最悪だよ。探します。あった、こんなとこにあったのか。バイオチップ、この3つの鍵があればマスターキーが手に入るわ。どこかにあるはずだから探しましょう。チップでしょ。あそこにあるやつは多分下から回ってった方が早いかな。これとか。はい、マスターキーを手に入れました。 OK、 これがマスターキーね。これで大抵のプロテクトは外せるわ。マスターキーは温度変化で壊れたりしないから、一旦外に出て休憩しましょう。 OK、 一旦外に出ましょう。めっちゃ時間かかったんだけど、これ探すの。よしよしよし、ちょっと一旦セーブしたいと思います。 OK、 セーブ完了したので、もう一回、あ、ちょっと待って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 、入っていこうと思ったんだけど。ねえハロルド、本当にここにいて大丈夫なの？行ってみよう。なんか俺頭痛くなってきたよ。未来人は私たちよりも毒に対する耐性が低いのかしら。これは興味ある研究対象ね。それじゃあお前だけ無事で、俺たちが先にぶっ倒れちまうってことか？大丈夫よ。いざとなったら人工肺を移植してあげるから。それともいっそのこと頭以外全部機械にしてあげようか。さあ、くっちゃべってる暇ないぜ。とっとと鍵を探すぞ。恐ろしいんだけど。マスターキーは温度変化にも耐えられるから外に出ても OK よ。やばそうだったら外に出て新鮮な空気を吸うこと。いいわね。よし、これでマスターキーをどこで使うかですよね。これ下で使うとこあったっけ。成長してる感じがするし。お、命中率と瞬間完全回避。あ、バック回、あ、バック回でしょ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。すごいな、スプラッシュ。いいね。てかここに入ってからレベルがガンガン上がるんですけど、気のせい？あ、これ違うんだ。これ開けたやつなんだよ。じゃあちょっと探していきましょうかね、何があるか。氷ボトルの、これは、あ、なんかあるよ。バイオキー。よしよし、これが上位レベルのプロテクト解除キーよ。マスターキー、セルキー、バイオキー、この3つのキーを資材コンテナに使えばプロテクトを解除できるわ。でもセルキーとバイオキーは温度変化に弱いから外に出ちゃダメよ。あんな吹雪の中に出たら一発でボロボロだからね。じゃあもう一個セルキーってやつを見つけないといけないんですね。きっとここにバイオキーがあったから別の場所にあるでしょうということにして。じゃあなんかね、マスターキーとバイオキーとかいう宝箱みたいな、あのエリジナーっていうのか、あれがどっかにあったかと思うんだよね。ちょっとあの時間に余裕がいっちゃかったから封じてなかったけど、多分あると思う。で、それも探しつついきましょうか。もうちょっとさ、なんかカプセルみたいななんか分かりやすくしてくれてもいいと思うんだけど。これが3つのプロテクトキーで、あれで、あー、こっちが研究所で、上かな、上にあるかな。さあ行くぞ。まあ7分半あれば少しは余裕あるかな。あー、ここはさっきのやつだ。これじゃないかな、違うか。お、セルキー、やった。で、手に入れたんで、
ましょう。下行ってから戻った方が早いのかな、ちょっとよくわかんないけど、うん、なんかこのまま行きましょう。さあ行くぞ。これが3つで開くやつですよね。プロテクトを解除しました。必要な部品はバルブとノズルと耐熱材と、よし、これだけあれば十分だわ。あとは組み立てるだけね。こんなガラクタの寄せ集めで本当に空飛ぶ乗り物が作れるの？これだけの材料があるのよ。普通作れない？いや、それができるのはあんただけだと思うぞ。みんなそう言うのよね。よくわからないわ。なんか天才科学者だけど別に自分の能力を過信したり、なんか天狗になったりなんかね、してるわけじゃないから、すごいハロルドいいですよね。またサイエンティストだけど。ま、用は済んだし、とっとと帰るわよ。よし、じゃあ外に出ましょう。いやキーを見つける前の、なんだっけ、チップか、チップを見つけるのがかなり時間かかったな。こんなに時間かかると思わなかった。でも本当にさ、もうちょっと分かりやすい場所にあってもよかったと思うんだけどなーっていう、ただの愚痴。SP ないけど前でちょっと壁にならないと、なっちゃうのかな。エアプレッシャー神走行だけどね。どうしても私が操るってなると話にならん。たまには壁役になってもらわないと困るんだね。私が後ろで援護、味方を援護しながら戦うタイプじゃないから、ちょっとスキット見ていこうかな。さ、部品は手に入ったから、あとは帰ってロケットをこさえるだけね。こさえるってなんか簡単に言うな。簡単なことだからね。一晩もあれば適当に組み上がるでしょ。その一晩で適当に組み上げたもんに俺たちは乗せられるのか。大丈夫よ、私も乗るんだから。そういう問題じゃないような気がするぞ。いいからいいから、黙ってこの私に任せなさいって。その笑顔がなんか嫌だ。すがすがしいな、なんか。ねえ、今俺たち千年前の人と話したり一緒に行動したりしてるわけだろ。これってすごいことだよね。それを言ったら、あたしとリアラは10年後、ジューダスは18年前の人間だよ。あんたと同じ時代の人間なんかそこのろくでなししかいないんだから。誰がろくでなしだ。とはいえ確かに考えようによってはぶっ飛んだパーティーだよな。なのになんか実感湧かないんだよ。みんな昔っからの知り合いだったみたいでさ。うん、なんか前回だか前々回私が言ったことをそのまま言葉にしてくれたのはなんか嬉しい。やっぱみんなもそう感じてるのね。まあ違和感ないのは確かだけどね。なんかみんな仲いいし。なあ、どうして地上軍はベルクラント開発チームの引き受けにクレメンテとアトワイトをよこしたりしたんだ。じいさんとジョイさんなんて随分と頼りないじゃないか。あんたアホね。自分が敵に投降した時に向かいの使者がごっつい戦士ばっかりだったらどう？何されるのかって不安になるでしょ。そりゃまあそうだな。相手がひ弱な科学者たちだったから警戒を解くためには最適な人材だったってわけか。だとしてもだ、どうして二人は兵士を護衛に連れて行かなかったんだ。クレメンテのじいさんが自分一人でも十分みんなを守れるって言い張ってね。なんとか譲歩させて数人だけ護衛をつけたんだけど、それじゃ守りきれなかったってわけ。やれやれ、困ったじいさんだな。クレメンテってそんな頑固だったっけ。あんまりそういうイメージなかったんだけどな。ハロルド、今回の救出作戦には十分な勝算はあるのか。うん、それなりになんとかなっちゃうんじゃない。天才にしては随分と曖昧な答えだな。
別にパーセンテージで表してみてもいいけど、あんたたちみたいな不確定な要素が多いから正確な答えは出ないわよ。おいおい、不確定な要素こんなに大事な作戦に使っていいのかよ。あんたたちなら賞賛なんかなくても何とかしてくれそうだしね。違う？ええ、ま、誰かさんのおかげで賞賛があるのかわからん戦いに巻き込まれまくって、その度に何とかしてきたからな、実績はあるぜ。まあ、うんうん、なんでみんな俺の方見るんだよ。自覚なしか。ラディスローもそうだけど、この時代の技術ってすごいよな。その口ぶりじゃ未来の技術ってあんまり進んでないみたいね。あんたみたいな変人はそうそう生まれないからな。なんだかつまんないの。つまらなくて結構。あんたみたいなのがポコポコ生まれたらそれこそ大変だ。なんかすごそうだな。発展はしそうだけど。いっぱいいたら怖いな。さ、必要な資材は集まったし、地上軍拠点に戻りましょう。さ、よし、これでは、これではじゃない。これで終わったみたいなんで、地上軍に戻るまではカットしてもいいかなって思いますけど、一応フィールドに出てからもスキットをちらっと見てから終わろうかなと思います。さあできたよ。この時代の人間の口に合うかは分かんないけど、ううん、上出来上出来、美味しそう。おー、こりゃ豪勢だな。それじゃあいただきます。ところでハロルドは料理したりしないのか。いい女の必須条件だぞ、料理がうまいってのは。それは男から見た偏見よ。それに私だって実験中にお腹が減ったら料理くらい作るわよ。誰も食べてくんないけどね。なんでだろう。やっぱりビーカーやフラスコで料理してるから見てくれが悪いんじゃない。それともたまに新薬の実験を兼ねてたりするのがいけないのかしら。おい、帰る。こいつは絶対料理当番から外しとけよ。ちょっとそれは怖いな。両方の理由でちょっとみんな食べにくそう。さ、必要なし。まあやっぱりちょこちょこ新しいスキット出るみたいですね。これからもちゃんとなんだチェックしていかないと私すぐ忘れちゃうんで見逃しそうですが、まあ。じゃあ地上軍拠点に戻るまではカットします。っていうかこのパートはここで終わりにしてもいいかなと思います。ので今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。